third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい、お、今日はバローレンコンプリートが並んで2台、フォーセール。はい、はい、どちらもあの紹介も終わってるお車ですよね。両方やった。そうですね。あ、やった、やってんな。はい、まだあの間に合います。はい、すぐ納車できるお車ですね。はい、即納で。一応今日の動画は、はい、多分もうサムネにこう出てると思うんですけど、バローレンのリアスポイラー、はい、実は水面下でタイプ2作ってて。あ、そうでしたね。はい、今月ちょうどあの販売スタートして1年ぐらいなんですけど、はい、なんて言ったんやろ、いろんなやり方見してきてんけど、 YouTube でスタンダードなマフラーあって、マフラーのカラーがこんなんでとかっていうのとか、あとはまあ、四駆の車でここの開口部、あーちょっと上がってるところのリアスポイラー、ここをワンオフでできるようにやってるから、ワンオフでやったらこんなんですとか、いろんなパターン見してきたと思うんですけど、一応マフラーレス、マフラーレスって言ったら後ろのマフラーがなし、はい、今のバローレンのリアスポイラーは一応4本出しマフラーつけるのありきのデザインなんで、はい、まあ、つけへんかったらこう切りかけがそのまんまやからマフラーあった方がいいよねっていうデザインなんですけど、はい、ありがたいことに、はい、皆さんがオンラインショップでたくさんご購入いただいてるんで、はい、ありがとうございます。はい、タイプ2、リアスポイラーのタイプ2作ったんで、で今日はもうサフェサーやな、塗装は終わってないねんけど、あー、その手前の下地ですね、はい、今からちょっとエアロ工場行くんですけど、はい、時間が思ったより遅くなって、もう車の移動中撮ろうかなと思ったんですけど、暗すぎるから、はい、一応もうここで急遽撮ろうかっていうことで撮ってるんですけど、はい、そういうことですね。もう前にどういう止め方するかとか、両面テープこう行くとことか、はい、一応もう打ち合わせ終わって、今日が最終、あ、最終チェック的な感じですか。そうで、これで俺が OK 出したらもう生産型作るから、はい、もう1ヶ月ぐらいしたら販売スタートできるかなっていうイメージで動いてます。なるほど。はい、皆さんがご購入していただけてるから僕らもこういう新しいことできるっていう、まあそうですね、はい、皆様のおかげです。嬉しい限りで。そうですね、はい、一応まあまあ僕の中でこう ある程度展開はあるんですけど、はい、今のところまあこう予定通りにこう動けてるんで、ほんま皆さんのおかげやなっていう。はい、そうですね。そしてタイプ2もよろしくねっていう。はい、はい、そうですね、動画です。はい、とりあえずここでうだうだ喋っとってもしょうがないから、はい、はい、実際に今からエアロ工場行きましょうか。はい、早く見たいですね。はい、行きましょうか。はい、はい、着きました。到着しましたね。はい、おなじみの光景が。あ、前にも。そうですね、早速じゃあこれ見せましょうか。見せますか。もう車についてるんで、はい、どうぞ。行きますね。はい、3、2、1、ドーン。おー、めちゃくちゃシンプルな、うん、マフラーレスなってますね。前のなんて言ったらいい、はい、リアスポイラー、ここのリフレクターとかも全部隠しとったやんか、はい、だから前は結構ボリューム出したから、その振り幅欲しいなと思って、もうこっちはもうできるだけ抑え、そうですね、はい、まあ、だけど一応今回アンダーパネルとかつけてないねんけど、はい、横からつながってきた時にここのフィンっぽいデザインを残しつつ、だから塗り分けもできるとこはちゃんと残してんねんけど、はい、前ほど出してないねん。あ、そういうことですか。そう、ここもうちょっと出したらな、やっぱなんかボリュームが出すぎるから。あ、そういうことですか。あくまでこう今回はさらっとというか、はい、あ、本当ですね、ちょっと控えめな感じが、うん、で一応ポイントとしたら、はい、今まだこれ試作というか、はい、これが最後詰めんねんけど、今回一応両面テープでこうつけんねんけど、はい、一応ここの隙間もゴムなしでいって、はい、ギチギチ狙っていってもらって、おほんまやったらエアロの断面で言ったら平らやで、ゴムモールありきで考えんねんけど、このこっちが製品側としたら、はい、ここからさらにちょっと上っ面ちょっと出してもらって、ここをギチギチに寄してる。はい、あ、そういうことなんですね。うん、それでいくんで、はい、だからより一体感出せる。なるほど。そう、なんかだからリアスポイラーっていう感じじゃなくて、もともとこういう感じなんじゃんっていう。あ、うん、まあ、バンパースポイラー的な感じで。そう、
で一応ここのところにはあんまり主張しすぎたらあれやから、はい、まあ何もないのもあれやなと思って一応フィン。おお、それもちょっとさりげない感じですね。あのだいぶ抑えてもらった。そうですね、最初もっと出とってんや。はい、いや もっとあの抑えてもらって言って、はい、キャドの時の打ち合わせで。ああなるほど。だから俺のイメージとしては、まあ、ここの上っ面部分塗り分けと、あとはまあここ塗り分けできるように一応谷両方作ってるんで、はい、まあそれもできるし、あとはまあフィンあったらフィンあったでまたいろんな見せ方はできるから。そうですね、はい、一応まあそういうデザインでやって、で今回一応もう裏せっかくやから見てもらったら、はい、この辺りが純正バンパーなんですけど、はい、全然落としてないから。ああそうですね、ローダウン車に優しい。本当ですね、うん、そう。であとピン、純正のバンパー止まってるピンのところ、はい、まあ、両端とあとここのちゃんとピンで止まるようにしてるんで、もう一バチッと決まるんで。あ、本当ですね、うん、一応両面テープもつけんねんけど、はい、なんかこう位置測ってとかやったりする手間やから。そうですね、もうこのピンのとこで止めてつけたら、あとは両面テープスーッて剥がしてもらったらもうそれで終わりっていう、うん、簡単なデザインにしようかなっていう。はい、なるほど、うん、あと最後にここはまた前みたいにこう行くねんけど、つけやすいようにまた切り欠きみたいな感じにはしようかなっていう方向です。はい、でまあ今回タイプ2作って、一応今回は最初のリアスポイラーつけようと思ったら、リアスポイラー、リフレクターでマフラーっていうこの3点絶対必須やったから、まあ結構やっぱり金額的にかかってしまう。そうですね、だけど今回はもう純正のリフレクター残して、やからもうこのタイプ2だけ購入してもらったら、あのもう取り付けできますよっていう。あ、なるほど。風にあの一応作ったんで、はい、皆さんまた出来上がったらまた塗りまでやって、はい、ああそうですね、はい、取り付けして、で横とフロントをつけた状態で次はお見せしようかなと思って。やっとちゃう。そうですね、まあこれやったらあのなんて言ったらいい、ほんま輪止めとか気にせんでいいし。いや全然気にしなくていいですね、うん、これだけどちょっと後ろ寂しいからっていう人にはちょうどいいアイテムじゃないかなっていう、はい、そうですね、はい、ちょっとアクセントつけるのに、はい、いいですね。やっちゃいました。やっちゃいましたね、タイプ2。はい、一応まあ、 あのバローレンのリアスポイラーのタイプ2でいこうかなと思ってるんで。タイプ2ですね、はい、バージョン2じゃなくてタイプ2。タイプ2、はい、タイプ2で、はい、間違えたらあかんで。わかりました、タイプ2ですね、はい、覚えておきます。はい、ということで、はい、90系のノアボクシー用のリアスポイラーのタイプ2、はい、これで金型取って、はい、生産型作って、そこからまたデリバリー開始するんで、まあ、年内始めれるとは思うんで、ちょうど探してた方はもうちょっとだけ悶々としてもらって、はいはい、あの出来上がったら、まあ、バッチリあのこうもうイメージついているんで、はい、皆さんまたご購入、はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、90系のノアボクシー用のリアスポイラータイプ2の、はいはい、もうちょっとできるよっていう動画でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。